はい、今日はね 20g のマルギナータリクガメのベビーを発音よくさせたいと思います。でね、 20g しかないね、すごいちっちゃい個体なんで、桶だとちょっと大きすぎるんで、このね、あの浅い餌皿、こちらに、お湯を張って音浴させたいと思います。じゃあまあ早速お湯作りから始めますか。まず水を張りまして、その中にねお湯を少しずつ足しまして、溢れちゃうかな、まあ、溢れちゃってもいいかもね、このぐらいがちょうどいいかな。じゃあここに入れていきますか、マルギナータのベビーちゃんを。はい、じゃあいきまーす。はい、どうだ、ベビーちゃん、マルちゃん、あ、気持ちいいんかねえ、気持ちいいんだろうね、目つぶってるな、温度大丈夫だよね、37、8度かな。お、動き出しました。あー気持ちいい、あー俺こんなちゃんと動いてるの初めて見たね。まだ餌食べてるの見たことはないんですけど、餌を仕事に行く前にね、餌皿に、まあ、軽く入れてあげて、帰ってくるとね、ほぼほぼなくなってるんで、ちゃんと食べてくれてるなっていうのでね、まあ、一安心はしてるんですけど、おお、動き出しました。うんうんうん、ゆっくり回って。ほら。新鮮だな、いつもね寝てる光景しか見たことないから。おお、出てきた、気持ちいいか、半身浴だな、半身浴、半身浴してます。外に出ていかないからね、多分気持ちいいんだろうね。今度はこっちから別アングル、この餌皿いいでしょ、これ岩みたいな感じで、大丈夫かな、温度は結構ぬるくなってきたな、ちょっとだけお湯を足しますか、少しね、お、あったかいの足したから動き出したね、気持ちよくて、もう7、8分はね使ってるけど全然出ませんね。ね、嫌だったらこの浅さだから自分で出られると思うんですけど、出ませんね。もう少し見守りましょう。ああ目つぶっちゃった、ああ気持ちいいね。お、やっと動き出すか。でもね、まるちゃんあれだね、こんなちっちゃいけど爪が結構長いね、ほら伸びてるよね、爪の成長が先行して爪に栄養がいってんのかな、結構伸びてるね。どうした、まるちゃん、絵面が全然変わんないね、もうこの体勢で7、8分入ってんじゃないかな。お、動き出すか、お、やっと動きました。おーっと、結構お湯足し湯したから結構深くなったね、少し動くと溢れそう。おっと、まるちゃん、おお、溢れちゃう溢れちゃう、おっと出てきました、まるちゃん出ます、よし、もういいみたいだね。じゃあちょっと
ね。もう湯冷めする前にちょっと拭き上げてあげようか。軽い、本当に本当に軽い。もう長い爪が当たってもくすぐったよ。もうなんか、うわー、ちっちゃいな。ほら、うんと壊れちゃいそうだよこれ。ほら、温浴後の 20g のまるちゃん。あー、ちょっと明日仕事休みだからちょっと、まるちゃんが餌食べてるとこ明日こそは見たいな。今日はね、もう餌食べた形跡があったんで、これ以上与えても多分食べないと思うから、またゆっくり休んでもらって、もうね、もうすぐ日も落ちる頃だからね、ゆっくり寝てね、大きくなってほしいですね。かわいい、これでも頭引っ込めないね。ほら、かわいい。人差し指の先こんなだよ。これより顔が、頭がこんなちっちゃいんだもん。第一関節より全然小さいよ。なんというかわいさでしょこれ。温浴して体もあったかいわ。手に乗ってるとあったかい。よし、体もね温まって、夜は冷え込むだろうからね、そろそろケージにね戻してあげますか。じゃあね、また餌を食べてる姿はね、近々お見せできるんじゃないかなと思いますんで、お楽しみに。それじゃあ皆さん、またねー。